だからこのテキスト、ね、テキストにも財政目的がある。そして聖書の、ね、記述にもね、幹となるメッセージもあるですね、この枝となるメッセージもあるんですね、この葉っぱとなる部分もあるからね、どれも同質同レベルに権威があるものではない、ね、もっと有機的に理解しないと、ね、いうことですよね。だからパウロはですね、それを本当にですね、これをですね、識別できた人ですよね。聖書の中でね、このユダヤ人にとってはね、もう割礼を受けること、そして律法とその慣習を守ること、これはまあ言ったら全てですよね、あのね、ちょっと日本でも私も田舎に住んでますけどね、もう自治会の行事、宗教行事満載ですよね。春からね、秋まで新年も含めてね、この弁天祭とか、まあ、秋葉さんとか、秋の祭りとかね、神社、そして新年はどんと祭とかね、もうそれが自治会のものは参加するという義務みたいなんでね、もうそれから外れることはね、もうなんていうかね、まあ、下手したら村八分になるようなね、感覚、まあ、その中で、まあ、どう言いますか、宗教絡みはちょっと遠慮させてもらいますという形でね。やってるわけです。まあ、ほとんど他のね、墓の草刈りとか溝掃除とかね、は参加させてもらってね、まあ、日曜日は礼拝だからね、いけないんですけど、ただまあ早朝とかね、礼拝始まる前にちょっと前半だけ墓の草刈り、ね、川の溝の草刈りはするんですよね、溝掃除とかね。まあ、それはまあ宗教絡み以外はちょっとまあ協力しないとね、すべてのことを拒否するところは、まあ、田舎で生きていけないので、まあ、証にもなるということで、まあ、言ってるわけですけども、まあ、ユダヤ人の社会とこの類比で考えるとね、本当に、まあ、似てるところあるなと思うんですね。各自の信仰がどうのこうのよりもね、地域の人たちの、まあ、生きる中もうね、何十年何百年も生きてきた慣習があるわけですよね。それは宗教以前の自治会の義務だと、ね、ここで生きようとする人はみんなそれをやらないといけない、こんな感じ で、その中でね、どう言いますか、唯一神信仰とね、そういう、まあ、偶像礼拝を避け、ね、臨時会に生きるようになかなかね、知恵がいるというかね、戦いが、しかしそれは証のチャンスでもね、なんでそのようなことをするんですか、それできるんですか、まあ尊敬してくれる人もいるし、足ざまに言う人もいるし、まあいろいろですね。昔だったらもうね、どっかの川に沈められるようなね、そういう生き方であるわけですけどね。まあどちらにしてもこう、どういうまた、この人たちがイエスの人たちが持ってきたような聖書感を持たない、それは非常にこのダイナミックなものであるし、このね、またそれはですね、言葉の隅々にまで働いたる、まあ、霊感であると、ね、いうことが人たち、いやイエス様の言い方がね、一点一角伝えることはないとかね、あるいはこのアブラハムね、イサクヤコブね、言及の中からですね、神は死んだ者の神である、生きておられる神であるね、これは現在形で語られているということからね、そういうことを、まあ、イエス様が解釈されているとかね、まあ、ダイナミック理論ではですね、その法律理論のようにですね、神様が語られたことはタイプライターで打ち込んだような形で文章されたんじゃない、機械的ロボットのようではないね。ここでですね、この、編著者はですね、この試作紙ね、ね、そして資料をね、分析しね、分析評価ね、選別しね、そしてそれをですね、こうね、真珠をつな糸でつなぎ合わせるようにね、一本のね、こういうふうにつないでね、形成している、まあそのことがよく表れているのがですね、この、前も言ったかもしれませんけども、ルカによる福音書ね、一章の一節から四節までね、ちょっと一緒に読んでみましょうか。ルカによる福音書1章の1節から4節、3、はい、
私たちの間で既に確信されているということについては、初めからの目撃者で御言葉に使えるものとなっているのは、私たち一切がその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようと既に試みておるのです。私も全てのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピオと、それによって既に教えを受けられた言葉が正確な事実だと分かっていただきたいと思います。だからこの目撃者たちの証言をね、集めて、そしてそれをですね、こうね、分析評価して選別してね、つなぎ合わせて、そして福音書はね、この60年代前後で、まあ、今教会かなり形成されてきているところ、しかし大世代の目撃者はどんどん召されていくという中で、ね、文書として残す必要性が生じるね。でその時に初代教会というですね、この文脈の中でその必要に語りかけるような意味でですね、この福音書は編集されたね、いうことですよね。だからこの、まあ、昨日スマトルの言葉なんですけども、福音書の中で、ね、神の民についての言及があるけれども、まあ、デスペンセーションの人もそれは、まあ、福音書の時代だ、これはイスラエルに対する言及だ、こういうふうに書いてある。それは完全に時代錯誤ですよね。60年代で教会を文脈にして語られたこのね、神の民、完全にクリスチャンたちをね、対象にしているというね、ことですよね。だからその文章が書かれた時代性というものがわからないとですね、完全に著者の目的というものを見誤るというね、この解釈を提示してしまうという、まあ、例ですよね。まあ、そういうことですね、この、どう言いますか、この、まあ、宇田先生の、まあ、刑事訴訟なんかといえば、有機的導流というね、言葉なんですよね。このね、神様の身思いをね、このね、この思い、そしてこの春秋詩、ね、そしてこう文書化していくね、こういう、まあ言ったら、この神と人のね、この共同性ね、信心ね、神と人のね、共同性共に働くね、これがですね、この何て言いますか、聖書のですね、形成に重要なものですね。まあ真理的でありますよね、真理的ね。つまりこのね、神様が主導権を取っておられるわけだけども、しかしこの人間の側も非常に主体性を持ってね、それに参与してね、そしてこう文書化していくというね、こういう部分です。これは私たちのね、こういう聖書感を持つね、私たちの説教感にも影響するわけですよね。要するに説教というのはですね、聖書の言葉をですね、なんかこう機械的にね、なんかこう並べてですね、情報パッとこうね、そのまま伝えると、そうじゃない、ね、この中にですね、このね、こう入って、ね、そしてこの中で神様がどういう大状況の中でどういうね、メッセージを語る、その本質は何なのかということを抽出してね、私たちのこの時代の中にね、メッセージの本質をね、私たちの必要状況の中でね、それがまあ街道建築とかも迫ってたら、このね、回復時代の前にいたら、この未来死んでる回復のメッセージを生きてくるでしょうしね、まだなんかこう、この教会の前、地や調和だったらヨシアの地、宗教改革で、ね、統一国家の形成というね、扱った時代のメッセージが出てくるというね、このビジョンとか、そんなこのね、このデボさんの声のように、だからこの本質をですね、今日の脈絡の中に受肉させるというね、そういう、まあ、ダイナミックな、ね、この神様のイニシアティブのもとに預けると、私たちがですね、こう主体的に参りましたね。神様はこのメロディーを与えるけども、この私たちがこの演奏する、ね、ところにですね、この、まあ、一人一人の個性やね、賜物や、ね、能力が生かされていくと、ね、いうことですよね。だから、まあ、そういう面では説教というのは、ね、芸術であると、ね、いうことができるんですね。
そしてまあ、ね、天地御聖の礼拝に関してはね、保守的な教会が例えばクラシック音楽のようにね、整然と整ったメッセージを、ボーレンと一緒ね、天地御聖のメッセージを、まあ、ジャズミュージックのようなね、もうなんかこうね、神様との交わりの中で深い感動のもとに現れたメロディーというかメッセージをね、このなんていうか、この御霊の導きのもとにね、こう何かこう、御霊の赴くままにね、語る、ね、そういう要素がね、非常に、まあ、私は今日の人々の必要にこうかなりね、特に若い人のそういう感覚にはかなり、そういう語り方というのは、まあ、かみ合うんじゃないかと思うんですね。そしてまあ、霊感の範囲、ね、聖書はすべて、ね、というふうに、範囲全部がね、まあ、この時の言われている聖書というのは、その当時は旧約聖書しかなかったんですよね。旧約聖書があって、それが聖書です。そして十字架と聖霊の次元の到来があって、ね、でこの光を持ってですね、こう旧約を書いてね。旧約にはいっぱいね、私から言わせればね、電球があると思いますね。電球がね、こういうふうにですね、電球がピラミッドがあってね、もうね、ダビデ。ね、ダニエル、ね、イザヤ、ね、で私たちがです、ね、この十字架と聖霊の次元を通してです、ね、この聖書を見ていく、ね、私が言うのはこれはです、ね、もう発電機のようなものね、ここから配線されたね、これでですね、この十字架と聖霊の次元でですね、こう解釈を始めた、この電球光が灯るとですね、要するに油っていうことね、パウロはこれは前もって福音に語られたことだ、こんな解釈は旧約聖書から自体は出てこないで、これはね、イエス様のこの、ね、御業の絶対性、中心性ね、これがね、あるからね、こういう解釈が出てくるね。そして立法に関してね、立法は罪定めるね、じゃあ立法はですね、一点一角でね、カルジャーことない。それはね、永遠の神の御心の表現で、ね、人の本質は、ね。しかしですね、私たちは、アダムや罪とで罪定められて、滅びに定められて、審判に定められてね、身代わりの刑罰です、ね。刑罰で、どんなに罪を許しても、ね、犯し罪が全部許されるというのは福音ですよ。しかし、それだけで終わらない。それだけは無法の世界になります。そうではない。ね、徹底的に許されると思うんですね。この死と葬りの復活の御霊の働きによってね、この御霊の現実がですね、この立法の本質の全てを成就させるんだというね、これがローマ6章から8章のね、福音の本質のね、半分ですね、食材と御霊ですよね、これがね、まあそういうことですね、このダビデの王だとね、それはキリストが、ね、昇天された王を出しておられる、ね、そしてサリンサル宣伝を起こしかね、それから、ね、クナンのしもべのイザヤ53章もね、これはイスラエルの、ね、そういうクナンの人のことを描いているしか旧約から見えない、しかし十字架の光を照らすそれはまさしくキリストの生涯受難とピタッと重なり合う、ね、そうだね、で、まあ、ダニエル書の天からの下った人のね、天的な召し、これもですね、再臨のイエス様のことを重なってね、だから、旧約というのはね、旧約聖書の光を持って、こう解釈するんですね、客観的な意味をね、このいろんな学問的な知識を用いてね、取りながらね、しかしね、私たちは常に新約の光のもとに旧約を、まあ、再解釈する、ね、それが問題です、ね、まあ、イエス様も、ね、旧約を神の言葉として引用される、ね、人たちもそうである、ね、ね、
ね、この無合性ね、ちょっとまあ30分ほど遅れてますので、ちょっとまあ、無合性はですね、聖書のね、言葉に誤りがない。これもですね、誤りがないということはどういう意味なのかというところにですね、この多層性があるんですよね。だからさっきも言いましたようにですね、なんていうかこのハイプライザーのようにですね、神様のことを与えられたという感じの無語性というのはね、これはほとんどですね、もう学問との対話ができない、ね、そういう捉え方では。だから聖書は誤りの神の言葉であるということの意味をね、これをまあ私たちがですね、まあこう柔軟性を持ってね、柔らかい頭でその多様性を考えて自分の位置を確認するというね、これがまあ非常に重要なんですね。まあ、これは非常に論争になっているまあことがあるんですね。まあリベラルな方からはこんなの問題がありながらで、私たちの方はですね、まず先ほども言いましたようにね、リベラルは歴史的、宗教的、人間的な文章だとね、これは誤りがあふれているとね、そういうまあ考えね、でそれに対する反動としてね、ファンダメンタルね、ディスペンセーションね的な捉え方ではですね、こう絶対に誤りがないね、絶対無合性とかですね、もう歴史的なことからについても科学的なことからについても全部誤り、まあ、それを徹底的にや進めたアッシャー宗教のようにですね、天地創造は紀元前4004年であるというふうに、まあ、確定してしまう、ね、ことなんですね。しかしまあ今日、まあ、そういう捉え方があんまり多くないですね。まあ絶対、無語説ね、これはですね、こう科学的、ね、そして歴史的の双方においてですね、詳細な扱いを含めてます、完全に正しい、ね、こういうふうにまあ主張する立場ですよね。まあこれはかなりこうね、こちら側ね、の、まあ、絶対ね、絶対的にございますね、ね、いうことですね。でまあ私たちはですね、まあ、エリクソンたちはこの、まあ、全的無合性ですね、フルインエランシー、これはアブソリュートインエランシーですね、そして、まあ、リベラルな方に行くとですね、こう、まあ、こちら限定的、ね、無合性ですね、というような感じですね、まあ、かなり幅が、ね、福音派の学者でも、まあ、かなり幅が出てきているんですね。ね、ですよね。で全的無合説というのはですね、聖書はまあ完全に正しいと、ね、主張するわけですけれども、しかしですね、この第一義的に科学的歴史的データを与えることを目的としていないと、ねね、ここの、まあ、幅はですね、この科学的記述ね、科学的またこの歴史的記述、ね、についてですね、どうなのかというね、これが、まあ、議論の対象なんですね、ということですね。だから、まあ、天地創造でも、まあ、6日の1日は24時間である1日と書いてあるね、まあ、こういう感じで、いくのが絶対ですね、でも極端なんですね、で1日をもう少し時代的にというか、あるいは地質学の年代の広さまで広くとかね、いうふうになってくるとですね、こう、まあ、全的無合説になってくると、地質学や天文学や人類学やそれもと対話が可能になってくるね、ということですよね。だから、まあ、まあエリクソンのスタンス、今日の福音主義者の神学者のスタンスというのは、大体まあ、
ね。ね、まあ来年、まあ今年のまああの、まあ今月18日にもあの、まあこのテーマでね、聖書の、基礎の部分に関してね、のまあ講演をまあ、林川一川先生が基調講演して、そしてまあ3人の人のレスポンス講演してくださいますので、ね、まあ、非常に楽しみというかね、この辺の議論の扱いはまあ非常に難しいんですよね。いろんな立場がありますし、まあ、あの狼のように噛みついてくる人もたくさんいますのでね、これはね、だから本当にこう気をつけないと、まあ、あの時期にされてしまうこともありまして、ね、難しいんですけども、やっぱり誠実にですね、神様の言葉と対峙していくためにね、今の時代こういうことをあいろいろ考えていること、そしてまあこういうことに関して、ね、考える考え方の柔らかさというのがね、あの私たちの聖書観と関わるわけです。私たちの聖書解釈にも関わるわけですよね。だからこの、まあ、ストリクトな、ね、非常に硬いですね、こう聖書観を持っている人のメッセージは非常に硬くなると思います、これはね。だからこの本質を抽出して柔らかくそのこの文脈の中に適用するね、そういう応用力というのをかなりこう縛るようなねところが出てるんですね。で聖書はもっとダイナミックね。だから昨日も、まあ、ちょっと小田先生の、まあ、あの証とか今ありましたけどね、まあ、このアンディ先生が来られて、あのその教会の、まあ、ビジネスマンですがね、非常にこう、まああの一生懸命ビジネスマン全部一生懸命されてね、多くの人導かれてるという話をいただきました。ただいまそれを聞いた時にね、あの、まあ、その人のなんていうかね、あの多分ね、聖書感の柔らかさとかね、福音のなんていうかこうコンテクションに対するコンテクシャリゼーションね、こういうようなものが非常に柔らかいんだろうなと思うね。ビジネスマンにはビジネスマンのようなね、違法人には違法人のようなね、だからこの何て言いますか、そのそしてこの私たちのうちにあるね、何て言うか、福音宣教に対するこのまあ情熱というかね、だから私は結局のところなんかこうね、あの一つの本もありますけどね、全てのことはね個人の情熱から始まるっていうこの本あってね、この本好きです。またよかったね、読んでみたらね、私のホームページもちょっと紹介しますけど、ね、全てのことはね、個人の情熱から始まるね。私のホームページの ICI の意義というところをね、したのに元あの官僚の人とかね、やめて本を書かれた、いや素晴らしい本ですね。あの非常に今不安定なね、こう混沌とした状況の中ですけど、あの情熱があったらね、どんな道でも切り開かれていくというね、うん、だからその本を読んだ時にね、いや私はやっぱりね、進学研究進学教育のね、まあ、情熱はもう3度の食事よりもね、これはもうね、だからもうさっきも北先生といろいろ朝食食べながらね、もうそこはなんかあの講義の場所みたいになってしまって、ギリギリまで話して、もう昼まで話してるかなって感じだったんですけど、で僕だけいつも残されて食事が残ってね、あれなんですけど、まあ本当にね、あのどういうことね、もうサンドルの一緒に個人伝道が好きという人もありますしね、やはりなんかその自分が何かね、あのそのことをやりたいというね、もうそのことを やらせてもらえたら、もうなんかね、もう お金も何もいらないみたいな世界が、ね、誰にもあると思うんですよね。でそこをこう耕していくとね、ものすごく自分にも自己充足や喜びがあるしね、またあの結果が割が出てくるというね、人から強制して当たり前でこういう仕事で何しろって割り当てられてね、そして嫌々ながらやってるね、奉仕とか仕事があんまり緑がないね。しかしね、自分が喜んでとことんまでやりたいね、もう死んでもやりたいみたいなね、領域をね持ってるとね、やっぱりね、あの少しの結果が出てきてものすごく嬉しいんですよ、これはね、
あ、私もいろいろ新学園で資料作ってね、だってまあポツポツとあの資料の注文なんかとね、ものすごく嬉しくてね、もうあの儲けはほとんどないんですけども、まあこうねいろいろ提供して感謝してもらうね、そのことはね非常に嬉しいですね。まあそあのまあどちらでもですね、そういうことですね、この歴史的記述ね、科学的記述ね、の、ね、60分ぐらい違うんだろうな、はい、なちょっと休憩しますもんね、はい。